はい、アプリシエイ高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月10日から11日のダイジェストです。10日の夜はアトリエの片付けと発酵食品作り、11日の午前中はルーティンと消耗品の買い物と動画のアップ、午後は昼寝とアトリエの片付け、これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばすタンネットを研鑽で行動した色にハートマーク、赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォッキングが5488歩、ゆうとりさんとマリナトレさん、そして、オレンジ色の歌が機能できてないですね、黄色のアクリル絵の具と動画の編集、ブログ、経験値ハウス作りで、黄緑色が拡散で、ツイッター2つ、フェイスブック2つ、 YouTube を上げて、ノートとホームページとアメバとブロガーでシェアをして、 LINE ブログに日記のタイムラインを上げています。Instagram が夜まとめて編集してあげましたが、このここまでの時間の中ではやっていないです。緑色のガーデニング、それから水色の計画、青色の暗記暗唱、紫色のルーンタロットカード、それから写真撮影、ピンク色のフェイスマスク、オーラルケア、身だしなみ整えて、誰かを褒めて感謝を捧げて自分を愛して褒めました、水橙色のお料理、皿洗い、お洗濯、整理、マッサージ、お風呂、ボディメンテナンス、寝る前の整理整頓ができています。黄土色は買い物の消耗品と、あと帳簿付けですね。両学長さんと税理士宇場敏子さんのゆるふわチャンネルというのを見ました。持続化補助金の申請の仕方の話でとても面白かったです。茶色がお昼寝、漫画、甘酒作り、発芽玄米作り、全粒粉パン作り、灰色の読書がお色申告のテキストです。で、白色がお掃除、浄化、断捨離、祝詞とお経、お香、お祈り、あと薬師寺官方さんのでお掃除をして、金剛院さんので読経をしました。今日の自分観察ということで、今日のタイムラインの日記を読んでいて感じたことですが、発酵食品を作って食べる、リラックスを意識的にする、茶色の才能、お金についてコントロールできる黄土色の才能、ガーデニングの緑色の才能、断捨離と掃除の白色の才能、整理整頓の薄橙色の才能、クリエイティブの黄色の才能、直感力の紫色の才能、これら、それからあと毎日運動をする赤色の才能などはバランスよく伸ばしているなと思う一方で、スコンと抜け落ちているのが自己表現のオレンジ色の才能、拡散の黄緑色の才能、知識を得る青色の才能、おしゃれのピンク色の才能、研究の黒色の才能、地道に積み重ねるの灰色の才能、特にですね、オレンジ色が歌も少しで、黄緑色が、毎日の拡散をしているものの、インスタグラムと TikTok がやれていないので、それから知識を得る青色が暗記暗唱はしているんですけれども、外国語の翻訳がお留守になっているので、それで、ピンク色も最低限のことはしているんですが、おしゃれとかメイクとかが抜けているので、それから黒色のメソッドは
毎日自分の頭の中では更新しているんですが、それをこう見える形で発表していないので、それから地道に積み重ねる灰色の才能、5分10分で読書をすればいいと思うのですが、どうもそこまでエネルギーがいかなくって、漫画とか動画とかぼーっと受け取れる側のことが多くなってしまっています。で、これらの努力を怠って行動しなくなると、他人に対してマウンティングをしたり支配的になったり、嘘をついたりごまかしたり、へりくつを言ったり、人に甘えるなどの依存行動に走り出します。で、毎日の行動に組み込めるかどうかは、時間を浪費していないか、さっき言ったぼーっとしてるのですね、あとほんのちょっとのこれやってない、あれやってないっていう意識の差だけなんですね。時間がないわけではないのです。で、動画と漫画を見ている時間が長いだけです。で、意識的に組み込めるように再度積み上げる必要があるんですが、夏の間は仕事を再開するために白色の掃除の才能と薄だいだ色の整理の才能が優先になります。で、7月中に約30年間に蓄積された不要品に見切りをつけて、8月に整理整頓、9月からは毎日のルーティンに掃除と整理を組み込んで、溜めない体質を作っていきたいと思います。ものすごく、溜め込むと片付けるのに時間がかかります。片付けるのに時間がかかると、まとめてやるので他の色の才能育てがストップします。で、それがストレスになって依存行動に走るというのを繰り返しています。草取りも勉強も運動もみんな同じ理屈です。潰れるときはそんな感じで潰れます。で、どの色の才能を育てる行動も短時間でちょっとずつ毎日ですね。で、やめない、長続きさせる、で、無理の効かない、アラカンにとってはそれが一番いい方法なんだろうなっていうふうに思っています。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、コメントナレーションは高梨つきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。I appreciate。以下に書かれているのは毎日同じ、アファメーションになりますけれども、今日もお掃除をしますので、最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。